待って、後ろ来るな、これ。こいつ殺す。いや、味方すれ違い通信してるよ。で、こいつも殺す。オッケー。いや、いい。これは、ショットガン。はい、この理不尽性よ。やば、めっちゃおるやん。腰打ち。マジピポ、ナイス。別にだよな。そう、全然飽きなかったっていう、実際シュートハウスが。来る。いや、強っ。来るかな、ここかな。オッケー。で、1キルして、こいつを殺す。オッケー。一発外した段階で、お前の敗北なんです。はい、どうも、ゼヌダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティー BOCW、早速ね、実況プレイ、やっていくんですけども、今回紹介するのが、これまたね、MW からおなじみの、まあ、例のバリアント銃ということで、こちら。はい、ストアの方にある、トレーサーパック、バイオレットアニメ、ということで、こちらね、まさかの大盤振る舞いで、MW おなじみ、アニメのね、萌えスキン、プラス、栄光弾っていうね、まあ、燃える弾というか、レーザー弾みたいな、まあ、色付きの弾ですね。まあ、MW では、半ばぐらいのシーズンかな、で、多く登場するようになってきたんですけど、こちらではね、両方まとめてシーズン1から実装ということで、いや見た目かなりいいですよね。まだちょっと栄光弾は見てないんですけど、このアニメの絵のタッチ、明らかにこう日本のねアニメーションリスペクトしてますよね。なんかこう最初追加された萌えスキンとか、なんか海外だなとかアメリカだなって感じのそのパチモン萌えスキンだったんですが、まあ徐々にクオリティが上がってきて、まあ日本人が作ったって言われても、まあ全然違和感がないぐらい綺麗ですよね。てか可愛い。はい。なんかね俺は全然そんなことないんだけど、これ脇フェチとかね、この絵めっちゃ好きそうだよね。まあ、俺はそんなことないんだけどね。大事なことなんで二度言いました。はい、ということで早速見ていきましょう。一応ね、まあ、昨日あげた、LMG の RPD の萌えスキン。はい、紫色の光を放つ栄光弾っていうね。いや、BOCW の栄光弾楽しみだな。あ、これはちょっと見栄え悪いかな。けど、眺める動作結構ね、このボディのところが、くっきり見えるので、まあ、FPS 視点だったら映えるって感じかな。はい、で、こちらがマガジンと一緒に刺さってる感じの。このそのマガジンをこの胴体につけるっていうのは、MW からあったシステムですよね。で、個人的に気になってんのは、これほら、ストックのところに多分 74U じゃないですか。だから AK74U っていう、まあ、クリンコフみたいな。で、この下さ、47って書いてあるんだよね。AK47 ではないじゃん。これどういうことなんだろう。逆から読めってこと？なんで47なんだろうね。で、ハンドガンと、はい。まあ、見た目サプレッサーもね、ちゃんと色変わってて、めちゃめちゃオシャン。はい。ということで、じゃあ、早速、1800CP から購入していきましょう。まあ、一応毎回言ってるんですが、こちらクリエイターサポートね。お文字でジャンヌって入れて追加してください。よし、ということで、購入いきます。ヒューイゴー。あ、お金がなかったー。はい、ということで、購入。やっとあれですね、なんか、コールオブデューティーらしいというか、その、ガンスミスらしい感じの、まあ、追加でめちゃめちゃ嬉しいんですが、ちゃんとほら、性能書いてあるね、ここにほら、パープル栄光弾って。じゃあ、とりあえず、眺める動作見ていきましょうか。はい、ということで、早速、栄光弾、BOCW 初の栄光弾見ていきましょうか。まずはこちら、眺める動作、AK74U クリンコフさん。わ、めちゃめちゃ綺麗だね。これ、今までで一番良くない？この絵の感じ。俺めっちゃ好きなんだけど、はい、これはもう、萌え豚がキャッキャしますよ。はい。じゃあ、撃ってみましょう。おー！綺麗さはあれだね。普通に MW と一緒だね。うん。そこら辺はほぼ一緒っぽい。あ、でもなんか、弾の残り方がさ、やっぱ SF チックというか、MW はこう、その場に残るときあったじゃないですか。これはこう、消えていくね。だからこっちの方がやっぱ SF チック的なところあるわ。はい。で、ハンドガン。まあ、これもまあ、全然見た目 OK。まあ、こんな感じですね、撃つと。で、一応このディアマッティさんに関しては、アタッチメントで最初からデュアルがついてたので、こっち。これが本当の姿ですね。眺めるとこんな感じ。ハンドガンデュアルのさ、アニメ銃ってあれだよな。ストレイフだっけ？あの、BO4 で初めて追加された萌え銃。そう、COD 初の萌え銃が BO4 なんですよ。で、確かデュアルで追加か、ナイフで追加だったはず。多分ね。いや、ナイフかな？まあ、いいや。で、とりあえずこっちが RPD。おー、昨日紹介したばっかだからちょっとネタ被っちゃうな。あ、でもなんか文字書いてあるというか、あれだな。あれかなこれ、ロシア語かな、ロシア語っぽいな。書いてあんの。これ絶対ロシア語だよね。この P の後のこの U の感じ、あと W。ね。一応ロシア語で、タワーリッチェン、タワーリッチェンか。で、同僚とか同士とかっていう意味があるっぽいけど、間違ってたらごめん。で、この YPA って書いてあるじゃん。これがロシア語で、よくネタにされてる、うらーってやつですね。で、なんか、調べたら、資本主義的に、イパーとかヤパーと発音してはいけないみたいな。これ殺されるっぽいね。うらーって呼ばないといけない。万歳ですね。日本で言う。その万歳突撃みたいな。うーらーって。あー、じゃあやっぱロシア銃なんだ。いいね。いや、けどなんかこういうさ、なんか調べて初めてわかることだけど、面白いよな。はい、ということで早速ね、こちら、栄光弾付きの銃と、萌え銃ね、一緒に紹介していこうかなと思います。これからもね、Call of Duty BOCW の動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。
はい、ということで、激狭マップのゲームショーでチームデスマッチやっていきたいと思います。まあ、ここぐらいの射程距離であればね、こちらクリンコフさん、最速 TTK 持っていきますので、バチコリとね、ちょっとやっていこうかなと思います。で、一応ま、A コーダーの説明なんだけど、まあ、MW の時にもしたんですが、一応ま、光る弾的な、まあ、レーザー銃、まあ、見た目はすごいレーザー銃に見えるんですよ。本当にね、実銃のやつとか見てほしいんだけど、わ、なんかこれがレーザー銃か、みたいな感じでめっちゃ綺麗なんよね。一応なんかこう、ね、まあ、合図的なところで使うらしいんだよ。例えば、実銃って言ったら、まあ、弾が今これ何発撃ったかなんて、体でこうなんか覚えろなって言われるじゃないですか。どっからスネークさんが残弾を体で覚えることだみたいなことでね、説教されてたけど、まあ、一般ピーポーにはね、なかなか難しいんじゃないかなってところで、例えばま、10発目のところにこの光る弾入れておくと、あ、俺今10発撃ったんだなっていうのがわかるし、残り弾数少なくなった時にそれ入れておくと、あ、残り弾少ないんだみたいになるじゃないですか。だからリロードしよっかみたいな、そういうところの、まあ、メッセージとしてもね、いや、これぐらいの距離きついか、としても使われるみたいな感じらしいです。あとは、なんか航空機の対空とかさ、ここ撃ってくれとか、ここからここ支援してくれみたいな、まあ俺らはポインターって言ってね、なんかゲームのなんかデバイス使ってね、なんかこうスコアストリック読んだりとかしますけど、そうじゃなくてここ着弾点のここをなんかやってくれみたいな、射撃してくれみたいな、ヘリガンで救援してくれみたいな、そういうのがなんかねあるらしいですね。はい、ただなんかね、今これ MW のやつと比較してもクオリティちょっと低いよね、明らかに。どうした BOCW、 なんかさ、普通こう撃った後って燃え残るんだよね。そう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 、これぐらいの距離は余裕のやっちゃう。そう、全然燃え残って、こう敵の体が燃えてバーニングするんよ。だから、綺麗とかさ、光る玉とか燃える玉みたいな感じになるんですが、これほら残らへんのよね。綺麗になんかこう爆散して散っていくんよ。そう、そのまんまで終わっちゃうから、これちょっと残念だよな。で、こいつ殺すじゃん。で、手前、いやー、さすがにその、KSP1 トリガーきつい。いや、10キル3ですか、結構やってんね。で、お前はこの遠距離しっかりとカバーす。いやー、さすがに。でさ、これ、よくよく見たらこれ光ってるんよね。ほら、わかる？この、星のところ。星が輝いてら、これ。多分ね、ジョー・スター家の銃よ。スタンド、スタンド。スタンドの銃？スタンドの銃ってなんだっけな？ホルホースか。ホルホースと、シックスピストルズ？え、セックスピストルズだっけ？違う。セックスじゃないね。シックスか。あれ？どっちだっけ？やばい、ドツボにはまってる。多分それぐらいだよね、銃のスタンドって。ね。ジョー・スター家が銃使うのなかったよな。まあ、爪のスタンドかタスクか。まあ、タスクは銃とは違うけど、まあ、分類的には一緒、みたいな感じだと思うんですけどね。ええ、どうでもいい情報でした。はい。あれですね。ジョジョの新しいアニメ、楽しみですね。よいしょ、ナイスチキル！板にロード。で、手前来てるからしっかりと見て、待って、後ろ来るな、これ。こいつ殺す。いや、味方すれ違い通信してるよ。で、こいつも殺す。オッケー。いや、いいね。これは、ショットガン！はい、この理不尽性よ。残念だったな。待って、真ん中おる。セブテックス！いくら邪気があるとはいえ、さすがに激怒は耐えれへん。これ、星光るの珍しいな。MW の頃なんかそんなあったっけ？光る、なんかその一部が光るみたいな。なかった気がするんだけどな。大丈夫それ。味方が赤点出したところのカバーをしましょう。シングルキル。で、二人目いるからしっかりと、おい、どこいる？いや、逃げたか。そこで逃げる選択肢取るの、うまいね。しっかりと投げつつ、こっちから来るの見て、来ない。味方がわちゃわちゃしてるところ狩りに行こう。カバーする。大丈夫そう。で、攻めてきてる。で、センターわちゃわちゃ見るからしっかりとカバーリング。で、手前は来てるかな。大丈夫そう。いる！あぶねえ！いや、それ、カバーよろしく。頼む。ナイスナイスナイス。で、後ろいる。これはショットガンで見て、ナイスナイスナイス。いや、ワンチャンショットガン楽しいな。撃ってないんだけど。ここはワンチャンショットガンやったな。いや、3-on-3がいっちゃん楽しいな、このゲーム。ね。普通にレベル上げもしやすいし、キルでも取りやすいし、スコアストリークないから、めっちゃね、純粋な勝負できて、これと COD って感じで僕は好きです。はい。ということで、キル 2.5、やったね。はい。ということで、お次、レイドのハードポイントをやっていきたいと思います。いや、マジで最近、3-on-3 モードと、この、レイド専用の、モシピットモードしかやってないっていうね。やっぱね、なんだろう、運営的には多分その、飽きさせないようなマップ作りをするために、その、ね、やったら広いマップとか、ね、なんかちょっといい感じのマップを作ろうと、おしゃれなマップをね作ろうとしてるんだけど、別になんか俺たちが求めてるものってそうじゃないよねっていう。いや、多分ね、これ結構俺の偏見入ってるんだけど、その MW のシュートハウスがなかったらマジで MW ってオワコンになってたと思うんすよ。まあ実際マルチはオワコンだったんだけど、けどまあもっとオワコンになってたと思うよね、シュートハウスがなかったら。いや、マジで MW 楽しいって言ってる人の大半がシュートハウスでオナニーしてるっていうぐらい、本当にシュートハウスゲーなんよ、あのゲームは。シュートハウスがあったから俺たちのね MW があったみたいな感じなんよ。で、実際じゃあシュートハウス飽きたかって言ったら、そこまでね飽きてないじゃん。ね、普通に頼む、楽しみだと思うんですよ、全シーズン通して。多少の飽きはあったかもしれんけど、基本的にはねシュートハウスで楽しみだと思うんで。やば、めっちゃおるやん。腰打ち、マジピポ、ナイス。
そうそう、大体の日はシュートハウスでちゃんと楽しめたと思うからいるな。そうそう、全然ね、なんかその飽きさせないマップ作りとか別にだよな。そう、全然飽きなかったっていう、実際シュートハウスが来る。いや強っ、一旦リロード。いや昨日もさ、ここで RPG 使ったけど、あれだよな、やっぱ LMG ここ強いよな。ガン待ちしかないけど、いや正直さ、このゲーム待つと成績取れるんだけど楽しくないんだよな。こんだけアクティブゲーなのにさ、なんで待たなあかんねんって思わへんね。いや MW で自由固定してさ、なんか待つんやったらわかるけど、こんだけアクティブで待つ意味がわからへんって俺なるもん。そうだから今シーズン俺普通に SMG 好きだからね。あの僕の動画今まで見た人はわかると思うんだけど、 SMG 俺今まで使ってこへんのよ。もうキルでオナニーしてキルスト回してドヤ顔っていうのが実況スタイルだから、やっぱうわー最悪。AR とかさ、中距離武器持ってスコアソリック出してみたいなことが結構メインなんだけど、今作 SMG が普通にね楽しいからね、突入がいがあるんだよな。なんかあの多分ブーストゲーを除いた中で一番キャラコンが重要というか、挙動的に突れるよねっていうゲームになってるから、まあいい取り組みなんだけど、いかんせんシステムがなっていう。ついスコアストリック採用してほしかったよな。継続じゃなくて BO4 みたいな形でポイント中入って、こんだけキルしたよみたいな、こんだけポイント稼いだぜみたいな。待って、後ろから来るかな、大丈夫そうで、だいぶ来てそうだけど大丈夫かな。よいしょ、さあ次っぽい行きましょう。センターいるな。はいはいはい、スナイパーくんで、ちょっときついかな。足音バレテーラー、スナイパーくんカット。これが A コーダーの力よ。なんかあんま A コーダーらしさないな。やっぱ夜マップとか来てくれんと。マイアミで使うか。こんにちは、SR くんですね。お疲れ。一旦リロード。来るかな、ここかな。オッケーで1キルして、こいつを殺す。オッケー、一発外した段階でお前の敗北なんです。こっちから来るかな、こっちから来るのだけ見とこうか。投げも来た、後ろー怖い。いやーさすがに無理。とりあえずナパーム溜まったから、ここいらあたりかな、出しておきましょう。さあスロープからそっちにかけて射撃というか出すけど、いやー意外と刺されへんな。多分ねこっちから来ると思うんだよな敵さん。あ、けど味方がめっちゃいいとこナパーム耐えてくれたわ。これで敵の信号抑えられる。ナイス、いいよ。あ、これ蒸発してね、ほら。すげえすげえすげえ。え、こんな仕様だったの？俺初めて見たんだけど。蒸発してるよね、さっきあの、ナパーム食らったところが、プールのところが蒸発してたよね。すげえ。いや、意外と細かいな。A 鋼弾のこのやつはちょっとクソなのに。意外と細かいっすね。オッケー、ナイス、弾幕切る。さあ、とりあえず、純子じゃないわ。迫撃溜まったから、ここいらあたりに出す。ナイス、切る。はい、トリプル切る。で、競合中それ守れへんな。けど、まあ、残り11秒だから、こっから、キル中して、あれだな。こそ繋げるか。いや、やっぱ体入れたかったけど無理だな、あれ絶対無理。やめとこう。ふっ、スライディング打ち。おい、そっち中折ったんか。まあまあとりあえずオッケー。さあ純子使っていきましょう。純子ミサイルオンラインで。はあ、上からボーンボーン。あと一体どっかおらへん。あ、結構キルしたな、今日3枚ぐらい抜いてら。でここにガスマイン耐えて、こっちから来るな。なのでここ登ってこっから見る。味方、右は頼んだ、右は頼んだね。右頼んだって言ったよ、さ、そばからお前。あ、めっちゃおる。お、上壁貫通、そこ貫通すんの。噛まれすぎやっぱ遅いな。今、アタッチメント構成的に、フルアタッチメントつけてるんだけど、それでも、やっぱきついな、LMG は。ちょっとこっちから吐けて、大丈夫それ。味方全滅されてない？シングル。いや、最悪それ、外した。これロックされてるから、ちょっと裏から回っていくか。多分忍者ついてないから足音でバレるだろうけど、いけんな。からの、RPD 組んで、殺す。オッケー。で、お前も殺す。からのトリプルキル目も、いやー、逃げられたか。手前にね、殺す。で、よいしょ、中に攻めてぶち込んで、の。こっちからちょっと回り回って、敵さんいますか？おるな。はい、ここで角マッチ、お疲れい。で、今のうちにナパームセンターでちょっと守るか。これで大丈夫。ほら、かかってこいよ。弾幕、弾幕、弾幕。来へんな。ナパーム気持ちいい。シングルキル、2枚目来てない。いたー！なんか敵スナイパー多いね。まあ、レイドスナイパー使えんことはないけど、ハーポでこんだけ動きあったら大変だよね。ドミネーションとかだったら、まあ、ほぼ固定みたいな時あるじゃん。2点取りしてたら、ディス固定みたいな感じだから真正面でしか撃ち合わないからスナイパークソほど強いんだけど、ハーポでこんだけディスがコロコロ変わったらちょっと溜まったもんじゃないよな。ナイス。はい、ということで無事勝利。まあ、一応、1位の人とほぼ同じキルレーなんだけど、あれだね、敵の、多分この人の方が、まあ、連キル長いこと繋いで、1万3000スコアみたいな感じなんでしょうか。はい。いやけどさ、かわいそうだよな。見てほら、この人さ、タイム132秒かな、入ってるんだけど、1500ポイントしかもらってないからね。やっぱこれがね、やっぱその、とつったところでっていうその無意味さなんだよな。これがやっぱりね、早く改善してほしいところなんですけど、なかなか今作は運営さんとの意思疎通がそこだけ取れてないよね。武器調整はストーナー以外全部うまいこと言ってるんだけど。はい、ということで、まぁ、ちょっと愚痴も吐きながらね、今回こちら、RPD と、
こちら AK-74U、栄光弾と萌え銃の方を使わせていただきました。まあ両方ともね、74U は非常に強いんですけど、RPD に関しては全然ストーナーの方があれなんで、まあこれ見当てて買うのはちょっとあれなんですが、まあ初めての栄光弾とか、その萌え銃集めてるって人はぜひぜひこちらね、まあ購入していただけたらなと思います。はい、ということで、これからもね、Call of Duty BOCW の動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。